皆さんこんにちは、和田翔です。5月12日日曜日、服部緑地野外音楽堂で開催されるロックスフォーチル2019に出演させていただきます。あのロックスフォーチルは初年度、あれは2年前ですかね、僕はトライセラトプスとして出演させてもらったんですけども、あの時はゼップでテナーがいましたね。今回もいますね。でも僕が今回、出る日は HY がいる中曽根さん。いやー、またお会いできるの楽しみですね。まあまあまあ、あの何はともあれ未来の子供たちへ、向けたイベントっていう音楽イベントっていうのはなかなかなかったので、今まですごく素敵な趣旨が素敵だなと思いますね、うん。なんか噂によるとこの子供たちと一緒になんかできたらいいんじゃないみたいなのがあるそうで、子供たちの気持ちはよくわかってます。もう僕もね、未だにもうね、もう43にもなってね、小学校の頃のことばっか考えてますからね、本当にね、あの頃は楽しかったですよね。やばい。でもやっぱり未来の子供たちに伝えたいのは、それは小学校ね、子供時代は楽しいですよ、夢がいっぱいあってね。でもやっぱね、大人になるといろんな現実とかね、いろんなね、あの苦しいこともあるんだけど、でも子供時代にはなかった、味わえなかった喜びとか楽しさっていうのが、まあってこれまたいっぱいあるんですね。だから、もしそうだな、なんかちょっと寂しかったり辛い思いをしてる子たちがいたとしても、なんかどうか、ここはちょっとクッと踏ん張ってもらってね、うん、大人になったら面白いこといっぱいあるよっていうことを、うん、メッセージとしては伝えたいですね。はい、皆さん一緒に楽しみましょう。和田翔でした。イエイ。